南米のブラジルで4年に一度の大統領選挙の決選投票が行われるのに合わせて、30日、富山県高岡市に在日ブラジル人のための投票所が設置されました。続きを読む。ブラジルの大統領選挙は、左派のルーラ元大統領と右派のボルソナロ大統領の2人による決選投票となり、30日に投票が行われます。ブラジルとの時差が12時間ある日本では、30日、本国の投票開始より早く在外投票が始まりました。富山県内で最も多くのブラジル人が暮らす高岡市の人材派遣会社には、投票所が設置され、午前8時の投票開始前からおよそ70人が列を作りました。そして投票が始まると、電子投票の端末を操作して投票していました。ブラジルでは投票は国民の義務とされ、海外に住む人も投票しなければ罰金などが課されます。投票を終えた高岡市の25歳の女性は、すぐ近くに投票所があって助かります、と話していました。投票所を開設した人材派遣会社のユカワル・シレーネ CEO は、外国にいてもブラジルが良い国になってほしいという気持ちはみんな同じです。多くの人が投票に来てくれて嬉しいです、と話していました。